はい、皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日はですね、冒頭見ていただきましたように天ぷらですよ。ということで今日は天ぷら祭りです。それで早速始めていきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、キリンラガービールですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについでいきます。はい、まあまあいい感じに入りましたね。ではいきましょう。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さん、ご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。あー、うまい。今日は昼間結構暑かったからね、ビールがうまい。そんな感じです。はい、今日の天ぷら祭りラインナップを紹介していきたいと思いますよ。まずこれはですね、オクラ、まあ定番中の定番やね、俺大好き。そしてこれが舞茸かな。はい、そして今日はインゲンもありますよ。それからもう天ぷらの王様、エビ、絶対うまいからね。そして鶏天、鶏天も安くてうまいからね。では今日はこれをいただきますよ。今日は屋台横丁さん出番ありません。最初に言っときますよ。それは揚げたてやからね。はい、ではまずはこのオクラからいただこう。このオクラの場合はまずはこれで食べるよ。はい、久しぶりに出ました、ゆきじおさん。これをもうお皿に入れてるからね、これをつけていただきますよ。ゆきじおはうまいからね、天ぷらに合うと思うよ。っていうか毎回食べてるから分かってるけどうまいよ。はい、いただきますけど結構でかいオクラやね。いただきます。やっぱりオクラは間違え Nothing。 はい、そして次はこの天つゆでね食べたいと思うけど、大根おろしもまあこういうチューブ式のやつ売ってるんでね、これは100均で買ったやつやけど、これが便利。それでいただきますよ。はい、インゲンをいただこうかな。インゲンも久しぶりやね、天ぷらで食べるの。美味しいからね、これも。いただきます。はい、これはビールに合う。はい、次はこの舞茸いただこうかな。舞茸は本当にうまいからね、キノコ類の中で天ぷらに一番合うと思うわ。これも天つゆでいただきますよ。はい、これ絶対うまいです。はい、
ほんとうまいね。やっぱり家で揚げたての天ぷらが一番うまいね。いろいろね、チェーン店でやってるけどうまいなって感じるけど、やっぱり家が一番。そんな感じです。和食佐藤さんごめんね。和食佐藤さんのもうまいと思うけどね、やっぱり揚げたてのこっちの方がうまいわ。そんな感じです。はい、そしてそろそろメインどころ来ましたよ。まずはこの鶏天からいただこうかな。鶏天うまいからね。まずこれは塩でいただきますよ。この雪塩が天ぷらにめっちゃ合うよね。いただきますよ。はい、外サクサクで中ジューシー、めっちゃうまい。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについていきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、そしてもう一つ鶏天いただくよ。今度は天つゆでいただきます。はい、この天つゆも普通の天つゆやけどうまいね。うん、やっぱり鶏天は言うこと Nothing。 はい、そして次はこれ。もうやっぱり天ぷらの王様エビ食べとかなあかんね。ではエビをいただきます。まずは塩でいただきますよ。ほんとうまそう。エビがプリプリ。これはビールが進みます。はい、ではエビ天さらにいただきますよ。今度は天つゆでいただきます。はい、塩でも天つゆでももう両方うまいね。うん、うますぎて何も言えねえ。そんな感じ。
感じです。やっぱり天ぷらは揚げたてに限るね。ほんとうまかった。まあうまかったってこれからまだまだ食べるけどね。そしてビールもバンバン飲みます。ところで猿吉くん、今日はどうしたの？なんかいいビールロング缶で持ってるみたいやけど、それ誰にもらったの？はい、猿吉です。いやー、ちんさん、これはですね、キリンラガービールのロング缶ですよ。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこで今日はなんかまたほろ酔い飲んで顔真っ赤にしてるおばはん、あのおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、今日あのおばはん、さっき夕方仕事終わって帰ってきた時にね、玄関開けてガラガラって帰ってきたんですよ。そしたら、猿出てこいって言うんでね、猿ちゃんもちょっと恐怖を感じたんですけど、それでも一応玄関にトコトコって言ってね、おばはんさん、何事ですか？猿、お前にいいビール買ってきたぞ。このキリンのラガービールのロング缶や。これ欲しいやろ？はい。それはサルちゃんの一番好きなビールなんでね、ぜひともいただきたいですけど、くれるんですかって言ったら、はい、サルちゃんどうぞって言ってくれて、え、本当にくれるんですかって聞いたら、本当にあげるよ、ただし今渡したからそれ下に置けって言うんですよ。え、なんで下に置くんですかって言うで聞いたら、それ落としたらあかんから、まず下に置いとけ。え、わかりました、じゃあ下に置かさせていただきますって言って、はい、下に置きましたって言った瞬間にバカーンって右ストレートが飛んできて、バンバン往復ビンタで16問キック、そしてアッパーカットまで今日はついてきましたよ。もう本当にやばいね、本当にフルコースでやってくれるから、ちょっとビビって意識朦朧としたよ、サルちゃんは。それでもなんとか耐えてね、おはんさん、なんでそんなことするんですかって言ったら、ひょーら、それ職場で嫌なこといっぱいあったから、それで帰ったら猿殴ろうと思って帰ってきたんやけど、その途中でまあ一応猿に殴る報酬買って帰らなあかんなと思って、スーパーでそのロング缶買ってきたんや。それで渡して、それからまあ殴ったっていうことやから、それは正当な感じやろ。まあお前の場合はそもそも私の八つ当たりの道具やからね、まあ本当はなしでもよかったんやけど、一応これで全世界に放送されるからね、それでなんか私嫌なおばさんに思われたら嫌やから、一応その報酬を渡したっていう、そういうわけよ。わかったか、猿って言うんです。まあ報酬もらってからやったら、まあ猿ちゃんも仕方ないかなと思うけど、おばはんな、なんで猿ちゃんをそんなに八つ当たりの道具にしたがるわけ？まあ分かってるけど、他に八つ当たりの道具ないからね。まあちょうどいい猿がいたっていう、そういうことやろ。まあそれは置いといて、今日はロング缶もらったんで、おばはんにお礼言っとこ。おばはん、おばはん、そこで真っ赤な顔して意識朦朧としてる酔っ払いのおばはん、今日はなんか殴られ報酬くれて
の。それだけ言っとくね。そんな感じで今日は張り切ってる飲んでるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん。また今日も八つ当たりされたんやね。まあサルちゃんいなかったら俺に八つ当たりしてくるから、まあサルちゃんおって助かるから俺は良かったと思うよ。まあそんなことを言いながらふと時計に目をやると、もうそろそろやばい時間入ってるんで、さっさと終わりますよ。まあ久しぶりにね、今日もあります野菜ジュース伊藤園のやつ、そして今日もあります明治の R1 強さ引き出すやつ、それだけ言ったら今日も見てくれてありがとう。コメントとグッドボタンはお願いします。そこまで言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。よろぴくー。